麻雀最強戦2020全国アマチュア最強位決定戦シータク北海道最強位千島真嗣7歳で家族マージャンに参加するようになり18歳の時には土田高翔プロ主催のマージャン勉強会キャラバンシューズクラブに所属その3年後に開催された第10期マージャン最強戦読者大会では 全国大会まで勝ち残り16位という好成績を収めたこともある筋金入りの競技マージャン選手今回の北海道最強位決定戦では予選の最初でラスを引いたが最後まで丁寧なマージャンを心がけ見事北海道最強位となった東北最強位渡辺和也 MJ でマージャンを覚え腕にはずっと自信があったが 今年初めて最強戦店舗予選に出場普段はバランス型のマージンを信条としているが大会システムに合わせ攻めだるまのように攻めまくり国志無双を炸裂させて見事優勝代表決定戦でもオーラス先天0差まで追い上げられながらも最後はなんとか1巡目から食い炭で仕掛けて逃げ切って見事東北最強位となった 北関東最強位、堀田正樹高校のボート部でマージャンを覚え大学でバリバリ打ち込むようになった以来ずっとマージャンは趣味だったが昨年ワクツアキラプロと対局したことをきっかけに競技マージャンの面白さに目覚め今年最強戦に初参加店舗予選ではメンチンを2回上がり地方最強位決定戦では 山越しを狙われていることを読み切って難を止めるなど、運とテクニックの両方を見せて、北関東最強位となった。シニア最強位、宮地光吉。ジャン歴は、なんと55年という超ベテラン。4年前から最強戦シニア予選に参加し、昨年はシニア最強位決定戦まで勝ち上がった。しかし、配信卓で、 前シニア最強位の吉野に敗れ惜しくも最強位にはなれなかっただが今年再び決定戦に駒を進めると今度は吉野と再戦し撃破念願の初優勝を果たしたモットーは対局相手に迷惑をかけないことという謙虚さを持ちつつも天ま最強位の座を伺うかがう